はい、どうも、こんにちは。ファイヤーキャット鉄道 TV のヒロです。今回は、381系特急ヤクモのリニューアル編成、6両編成セットを、基本セットを、紹介します。今日先ほど宅急便で届きましたので、今回は、開封動画をさせていただきます。381系の、ヤクモのリニューアル編成は今回新発売なんですけども、以前自分が買った、車両で、ヤクモに関しては、こちらの方にあります、ゆったりヤクモの、6両編成セットも、一応、2018年に導入してましたので、そちらの方も一緒に、見比べみたいな感じになるんですけども、これから、開封動画って形で、紹介させていただきます。同時進行でやらせていただきます。それでは中身を見てみます。はい、箱を、開けました。で、今から、この中の方の説明書とかのこのプチプチマットを動かしていきます。オープン。はい、説明書と、説明書はこんな感じです。はい、懐かしい、幕式のちょっと貧乏化粧、スーパーヤクモの分と、あとは通勤ライナーの、幕もあります。指定席の禁煙車、喫煙車、自由席の禁煙車と自由席の喫煙車のサボもあります。あとは号車番号とサボですね。で、スーパーヤクモっていうのがこう書いてありますけども、もしかすると加藤から将来的にスーパーヤクモ編成も発売される可能性もあります。まあ、次のヤクモの編成が出るのが楽しみですね。で、こちらが車両です。はい、ご覧の通りに、懐かしいあの緑色のヤクモですね。これが、これは区派車ですね。はい、区派の多分どうかな、基本セットでちょっとこれ、あと、もう多分、後からちょっと自分確認しますので、はい、次行きます。こちらがモハで、こちらの真ん中の方のこれがグリーン車ですね。で、こちらがモハ。で、クモハに続きます。で、こちらが、なんと、戦闘化改造された分ですかね、これは。で、こちら、こういった感じで、ノーマルヤクモみたいな感じになっています。で、それはちょっとゆったりヤクモ編成の方も、今から、撮らせていただきます。はい、こちらの方が、以前紹介しました、開封動画で紹介しましたゆったりヤクモ編成ですね。はい、こちらは赤色ですけども、基本的に、ゆったりヤクモですね。違いは、こちらのパノラマグリーンがあるだけで、あとはほとんど変わらないですね。で、座席の色なんですけども、座席の色はこちらは赤なんですけども、こちら の, リニューアル編成のヤクモもなぜか赤なんですよね。はい、で、こちらが、グリーン車の方はなぜかピンクみたいっぽいの色になってるんですけども、おそらくこれは車体の色は、リニューアル編成のヤクモに仕様に似せたんですけども、座席の方はおそらくゆったりヤクモ仕様とほぼ同じだと思います。はい、多分おそらくラッピング編成の、ラッピング編成じゃない、復刻版のヤクモみたいな感じに仕様になっています。多分中が、多分おそらく再現ができなかったのかなと思いますね。はい、そこはちょっと残念かなと思います。昔のヤクモの、リニューアル編成の部分は確か赤色じゃなかったと思いますね。で、それは、両編成の車両を、ちょっと見比べてみます。はい、今先ほど冷結しました、箱出しをしました。こんな風に、こちらは、ちょっとピンボケしてしまうと思うんですけども、ちょっと拡大してみます。はい、車内の方はこんな感じです。はい、こちらの方はもうピンボケしまくってるまあちょっとあんまりピンボケしたらちょっとまずいんで。で、こちら、クハの381の128のあたりですかね。はい、こちらの車両の、クハのクハ車と、こちらもハ車なんですけども、ちょっと試しなんですけども、試験的みたいな感じだったんですけど、いずれ近い将来的に運転会するときにこんな編成をやってみようかなと思っております。じゃん、はい、ゆったりヤクモ編成と、
こういうあのリニューアル編成のヤクモを一緒にあのこれを、前後交代交代で交代で、まあ、4両ありましたら、交互で配置してみようかなと思います。じゃあ今からちょっと試しにやってみます。4両編成なんですけども、見苦しいところなんですけどもよろしくお願いします。ご理解とご協力の方お願いします。それではやってみたいと思います。はい、やってみました。はい、実際に、やってみました。はい、こうやって、ノーマル、いわゆるリニューアルヤクモと、はい、後ろが、ゆったりヤクモの編成と、ノーマル、ノーマルじゃないと間違い、すみません、リニューアルヤクモとで後ろの方がゆったりヤクモ、まあ、こんな感じでもうカオスのようなこんな編成をやってみたいと思ってたんですよ今まで。でこの今回の、リニューアルヤクモを買いましたのはこの編成を作ろうかっていうことで運転会の時にこの編成を作ろうと思ってやってみました。はいで今回は、動画はこの辺で終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次の動画の N ゲージの動画はこのヤクモを、運転会で、走らせてみたいと思います。最初のうちは、基本的な編成で走らせて次はぐっちゃぐちゃ編成でやらせていただきます。それではじゃあね、バイバイ。